子供と哲学対話をしてますかはいどうもこんにちはライブスキルコーチのミスターおかちです親も子も楽になるゆるめる子育て始めていきたいと思います今日のテーマは何をやっても続かない子供のやり抜く力を高める方法21です 2021年5月にやり抜くこと、投げ出すこの習慣という本を出版させていただきましたでなんでこの本を出版したのかというともう,もうただ1点でしてそれは自分がやりたいことを諦めてほしくないもうこれだけなんですね失敗が怖くて行動できないとかすぐに諦めてしまうとかやりたいことが特にないとか輪の中に,輪の中に、ね、自分から入れないとか何をやっても続かないとかねそういうことはありませんでしょうか。 えっとね、僕はね、全部それでした。全部当てはまりますよ。もう子供の時の僕は、もうまさに投げ出す子だったんですね。で、好きな子がおっても、なんだろう、どうせ僕が話しかけても、えー、好きになってもらわれへんねやろなって。僕よりもあの子の方が好きなんやろなって。で、どうせ振られるんやったらもう話しかけるのやめとこうと思って、近づくことすらできなかったし、バスケットボールやりたかったんですよ。 小学校の時ね,ね。でも僕が入っても僕より身長高い人もおるし、運動神経いい人もいる。どうせバスケやっても試合に出られへんねやろな、レギュラーになられへんねやろなって思ったら、思ったらね、えー、バスケ部入られなかったんですよ。僕漫画部入りましたよ。その次は将棋部ですよ。っていうふうに、もう何をやっても続かないし、自分自身でね、何事も諦めていたんですよ。ね、でそんな僕が、 ある一つの力を手に入れてから、えー、人生が変わったんですよ。それがやり抜く力ですよ。これやり抜く力って近年ね注目されてますね。やり抜く力、グリッドとも言われてますけど、これやり抜く力を持っていること、そうでないこと比べたら、将来の学歴とか年収とか幸福度が大きく変わってくるというふうに言われていて、これやり抜く力っていうのが、どうやら子どもの成功とか幸福とか、 そういう部分に大きく影響しているなっていうことが分かったんですね。なので、今国の教育とかも,も、やり抜く力を含めたね、非認知能力を高めるっていう方向に、もう家事をぐっとぐっともう切り替えられてね、学習指導要領が変わったり、センター資金が変わったりしているんですけれども、今日はね、そんな中で、やり抜く力を高めるためにどうしたらいいのか、まあ、いわゆるやり抜く子の育て方ということでございます。それを厳選して21個。 紹介させていただきたいと思います。 このやりくこと投げ出すこの習慣の中ではね、50個紹介してるんですけども、その中でも、まあ、特に、あのー、これ、ええー、なっていうところ、ええー、な、もう全部いいんですよ。全部いいんだけれども、まあ、すぐおすすめのやつですね、おすすめの関わり方であったり、行動習慣、親としてどのように接したらいいのかということをね、21個紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。えー、この番組では、子育てのイライラや、自分責めを緩めるコツや、子供を自立させる 関わり方を紹介しています。チャンネル登録よろしくね。ということで、えー、早速始めていきましょうか、えー。まず1つ目、やり抜く子を育てる関わり方。その1ですね。ご機嫌になる。うん。あのー、これ、親ですよ。親がご機嫌になる。あのね、親がご機嫌になること以上に大事なことはない。 ってていいうこの本には書いてるんですね、まあ、僕が書いたんですけどね <laughs>、あのー。やっぱりご機嫌になるってすごく大事じゃないですか。不機嫌やったら子供のいいところが見えてこない。悪いところばっか見えてくるし、些細なことでイライラしてしまう。感情的に叱りつけてしまうってことね。で、親の心が安定している。つまり、ご機嫌の状態やったら子供は親の顔色とか、親の気分とかを伺うことなく、自分の心の声に従って一歩踏み出せるようになるんですね。で、何か失敗しても、お母さんなら受け 止めてくれるお父さんなら何か助けてくれるってなって安心してやったことないことでも新しいことでも踏み出せるんですねなのでやっぱりそのご機嫌であるってことはすごく大事なんじゃないかなと思っててただねもういつも24時間ずっとニコニコしないといけないんでそういうことじゃないですよご機嫌になるように努めるってことです、ね、子供との関わりの中であれやってあげたいこれやってあげたいってと、ね、たくさんあると思うんだけれども一番大事なことは自分自身が幸せになるということ うん、親自身がご機嫌になるということ。なので、子供にやってあげたい気持ちは分かるけれども、子供を幸せにしたい、そしてやり抜く力を高めるためにはね、えー、親自身がご機嫌であるということがとても大事なんじゃないかなと思っています。ご機嫌だったらね、失敗を恐れず一歩踏み出せる。ねえー、そこで一歩踏み出せで失敗して、ママーって言ったら、ママがちゃんと受け止めてくれる。そうすればね、苦しいことがあっても辛いことがあっても、えー、やり抜く,くことができる。そういうことですね。その1、ご機嫌になる。 その2、いいところを伝えるということですね。まあ、人間の習性として、あの悪いところを見つけるっていうのがね、やっぱ欠けてるんですよ。僕たち生き物はね。あのいいところを見つけてもなんか、ねあの、生存確率上がらないわけじゃないですか。いいところを見つけて気分は良くなるけれども、なんかあの生きる確率が上がるわけじゃないでしょ。 であの人と比べて足が遅いとかジャンプ力がないとか、まあ、そういう子供の悪いところを見つけることでそれを高めてあげることで子供の生存確率が上がっていくんですね。なので僕たち私たちっていうのは、ね、あの大人としてね 子どもの悪いところを本能的に見つけるように、まあ、そういうふうになってるんですよ、脳の仕組みとしてね。ね。ほっといたら悪いところばっかり見つかるんですよ。じゃあ、あそこ直しなさい、ここ直しなさいって、ね、いう風に言われてたら、子どもはやる気なくなるよね、やる気なくなるし、えー、もうなんか親,親の前ではなんかちゃんとしなあかんと思って、家がね、ゆっくり休むわじゃなくて、ちゃんとせなあかん場になるんですよ。学校でもちゃんとせなあかん、家でもちゃんとせなあかんってなったら、どこでくつろぐんですか、子どもは。 僕たち、私たちってやっぱりね、ずっと頑張れないんですよ。家庭っていうのは安心で安全基地でくつろげる場所、まあ、そこがね、一番僕は大事やなと思ってるんです。もちろんね、間違ってることはダメやって教えることであったり、しつけとしてね、えー、ご家庭の方針の中で、まあ、靴を揃えなさいとか、肘をついてはいけませんとか、いろいろと教えたい気持ちは分かります。もちろんそれも大事なんです。大事なんだけれども、ねえー、親子関係をね、安心で安全な親子関係を作りながら、 えとね、子供が息を抜ける場所をするためにもね、あそこだめ、ここだめっていうふうに指摘するだけじゃなくて、やっぱりいいところを伝えてあげるってことが大事ね。でこのいいところを伝えるためには、いいところを見つけないと伝えられないよね。ねいいねだけやったら、いやい,いねって何がええねえとか、すごいねっていや、すごいって言っとけばええと思ってんちゃうみたいに思われるじゃないですか。なので 何がいいのかっていうのを具体的に伝えるこれ大事ですねそのためにはしっかり子供のいいところを見つけておくことが大事ですね観察するってことね でこれ見つけるときの工夫として言えることとしてあるのはその結果ではなくてプロセスを見るということ目に見えないところの心の変化ね、えー、なんかちょっと声の,声のトーンが明るくなったねとかね、えー、なんか心が、あのー、元気になってるねとかなんかそういうことです、あのー、試合に勝った負けたではなくて、えー、今日は緊張せずにプレーできたなとか。 試合には負けたけど左のドリブルが前より上手くなったなみたいな感じで、ねえー、以前の子どもと比べてどう,どういう部分が進化したのかっていうのを伝えてあげるということ、ね、そういうふうにあ僕、成長したんだっていうことが分かったらもう一回やってみようって次の行動につながっていくわけでしょ。 なので、えー、結果だけじゃなくて、プロセスをしっかり観察する。それは他人と比べてではなくて、その子自身と比べてね。で、えー、目に見えるパフォーマンスだけじゃなくて、えー、表情であったり、えー、なんだろうな、過程ですよ。プロセスですよ。朝起きれたねと。朝起きて、なんかすごいことをしなかったとしても、起きたというのは事実じゃないですか、ね。事実をしっかり認めてあげるということ、ね。これ大事なんじゃないかなと思います。3つ目、余白を作る。そうなんですよ。 僕たち、私たちの自主性とか、やってみたい、こうやってみたいっていうあの好奇心とかあの主体性ってあるわけでしょそれっていうのは余白の中でしか生まれないんですよ。ね えー、もう忙しい、もう分単位でスケジュールが決まっている、月曜日は週次、火曜日はピアノ、水曜日は英語、木曜日はダンスとバスケ、金曜日は書道、土曜日は朝、朝、オンラインで、えー、スクールをやってから、そして昼間から、えー、とピアノの発表会みたいな感じでね、あのー、もうずっとずっとこの放課後のスケジュールが埋まっているっていう状態だったら、その習い事でも、ね、その課題があったり、発表会とか練習もあるわけじゃないですか。 となった時に子供自身が心の中であれやってみたい、これやってみたいって思いついてもそれをやれる時間がないですねで。そもそも疲れているとやってみたいって記録も湧いてこないじゃないですか。なので、えー、これ時間的な余白を作るということで、心の余白を作る、体力的な余白を作るという意味での余白ですよ。時間と体力と心、その余白を作ってあげる。その余白の中で あ、こんなことやってみようかな。時間あるし、みたいな感じなんですよ。あの、石転がしてみようかなとか、あの、ダンゴムシ折った。ちょっとずっと見てみようかな、みたいな感じでね。<laughs> そういうのもダンゴムシの例えが多いんですけど、僕の放送はね。まあ、そういうふうに、とにかく余白を作る。埋めたがるんですよ。ね。他のね、友達は、なんか英会話こんなできるようになったら英検語級合格したって言ってるし、とかね、ダンス、ね、ダンスうまい子は、なんか3つぐらい掛け持ちしてるし、 とかね、だからそういう風に、ダンスのクラスの掛け持ちですよ、そういう風に見て、そういうの子のと比べていると焦っちゃうんですね。だから、ぼーっとしてる子を見たら、なんか有意義なことをさせないとって思ってしまうんだけど、そのぼーっとしてる時間の中でこそ、自主性であったり、こんなことやってみたい、あんなことやってみたいってのが生まれてくるってことなんですよ。もちろん子どもがね、自分が選んであれやってみたい、これやってみたいってのもあって、もちろん予算のね、えー、範囲内でね、習い事を通わせるのも悪いことじゃないです。 ただ、習い事をこなせないでいる状態もあるわけじゃない、ただ行くだけでなんか練習をしないとか、行くって言ってるけど、なんか練習をちゃんと真面目にやってる様子がないとかあるわけでしょ。そうなった時に習い事を減らすっていうことも検討しながらね、えー、子,供子供に余白を作るってことは、えー、子供の主体性、いわゆる自分の軸を作っていくために大事なんじゃないかなと思います。はい、5つ目。いや、違う。4つ目。 まず聞く。うん、これね、すごく大事。親としてね、いろいろと気づ,気づ,気づくことがあってえ、あれしなさい、これしなさいって指示したり、何やってるのって叱責したりねえ、こうやったらいいんじゃないって助言したり、アドバイスしたりね、何かを伝えることが多くなるケースってあると思うんですよね。うん、だからこっちも時間がないから、ね、早くやってほしいと。友達来てんのに、いつまでだらだら服をどれにしようかって選んでんのも、友達またしたらあかんやん。一人に迷惑をかけたらあかんやん。 みたいな感じでね、えー、子供に、子供の状態、事情に寄り添うというよりも、なんだろうな、あれやりなさい、これやりなさいって指示したり、命令したり、助言したり、叱責したりする機会が多くなってしまうんですね。そうなると、子供は自分で考えたりするので,のではなく、人の指示に従うっていうことを中心に動くようになるんですね。 指示待ちちになっちゃうってことでです一言一言,で言えば自分の,心,の心で感じてあれやってみたい、これやってみたいじゃなくて人に言われたことをやるっていうあの行動パターンを身につけてしまうんですねで。で、やっぱりね、大事なこと、関係性を作るために大事なことは理解することだと思うんですよ、ね。あれやりなさい、これやりなさいって言ってたら子供のことって理解できます無理ですよね。で、えー、これ原則、大原則なんですけども 相手に、相手にね、自分の話を聞いてほしい、言うことを聞いてほしいと思ってるんだったら、それと同じだけ相手のことを理解する、相手の話を聞くことが大事なんですね。おちょこ、ね、お酒、日本酒入れるおちょこあるでしょあの、おちょこに入る分しか子供の話を聞いてなかったら、子供もおちょこに入る分しかこちら側の話を聞いてくれないってことなんですよ。ね、理解されたいなら、理解すること、話を聞いてほしいなら、話を聞くこと、これが大事なんですよ。まず聞く。 ね、これは主体性を高める上でもね子供の考える力を高める上でも信頼関係をつく作る上でもすごく大事なこと、ね、あれやりなさいこれやりなさいって答えを言う前に、ね、どうしたのと何があったのっていうふうに聞いてあげる質問をするということですねまず聞くはい5つ目子供の生徒になるうんこれはね えー、めちゃくちゃおすすめです。ね、あの1日5分でもいいです。あの子供に、ね、先生役をやらして、今日学校で学んだこと、何か1つでもいいから、先生を勝ちに教えてって、ね、私に教えてっていうふうに言ってね、あの子供が子供に授業をさせるんですよ。習い事でもいいよ、バスケでも、今日どんなことやったんみたいな感じでね、ね、えー、子供が先生になる。じゃあ教えてくれるよ。ねえー、今日はね、フォニックスのね A の発音やって、 あ、あ、ってやつやったんだよとかね O はあ、あ A はあ、あ なんだよって今全然うまくできなかったけど <laughs>、うんまあ、そういうふうになんだろうな、えー、と子供が学んだことっていうのを家でアウトプットする、まあ、そういう習慣ができたらじゃあ次どんなことママに教えようかなって言ってね学校の授業を聞いてる時でも習い事の、ね、レクチャーを受けてる時にもね、えー、お母さんにこれを教えようあれ教えようっていうそのなだろうなアウトプットモードで、えー、学びを習得できるんですね。 そうあのただなんとなく学ぶんじゃなくてこんなこと伝えたいなって思って学ぶとやっぱりあの学びの効率がぐっと上がるんですよ。 ぐっと上がるんですよね。学習効率が上がるんですね。なので、なので、子供の生徒になる。これは、子供の話を聞くであったり、なんだな、えー、子供とのコミュニケーションの機会を作るっていうのもすごく有効ですね、えー。習い事の送迎の間でもいい,い,いよ。学校終わって、えー、スイミングに行くまでの1 5分の間。今日どんなことやったんたけし先生。みたいな感じでね。ちょっと生徒役になったつもりでね。で子供がいろいろと教えてくれる。それに対して質問もしていく。 で、質問していたら、それわからんってなったら、じゃあ、また分かったら教えてねって言うたらいいじゃないですか。ね、そんな感じで、子供の生徒になる。これは伝える力を高めることにもつながるし、学習効率を上げることにもつながる。ね、学習、学んだことが定着すれば、子供の自信にもなるんでねあ、こんなこと学べた、あんなこと学べたって、そう自信になれば、じゃあもう一回やってみようっていう、そのやり抜く力につながっていくということです。はい、じゃあ6つ目ね、ちょっと水飲ましてください。 はい、6つ目は「欲しいものはプレゼンさせる」あーこれもいいよねまあ5つ目にも近いんやけどねおもちゃ欲しいとか人形欲しいとかプリキュアのなんかわいい欲しいとかねあるわけじゃないですかスイッチのゲームスマブラ欲しいとかねそうなった時にね、えー、ただ買ってあげる。 だけじゃなくてなんでそれが欲しいのかっていうのをプレゼンさせてでそれを納得したら、えー、か買ってあげるっていう風にするっていうのも一つのアイデアねもちろん誕生日プレゼントとかねクリスマスプレゼントとか定期的にやるプレゼントはねまあいつも通りでもいいと思う普通に買ってあげたらいいと思うんだけどそれ以外にねあれ欲しいこれ欲しいってあるわけじゃないですかスーパー行ったらこのお菓子欲しいってあるわけでしょ最初に1個しか買わないよって約束しててもあるわけでしょそうなった時に、まあ、なんで欲しいのか、えー、ママが納得するように話してねって いいうふうにプレゼンさせるということこ、ね、それをすることでね相手に伝わるような伝え方ができるようになるんですねそうでいきなり1年生はそれ難しいよ難しいよだってお,おいしいからとか <laughs>、ねえー、このおもちゃ楽しいからとかこのお菓子おいしいからって、まあ、それぐらいしか出てこいへんよ出てこいへんから質問を投げかけることで深掘りしていくっていうのがいいよねえなんで欲しいのって面白いから どんなところが面白いの、うん、いろんな人と対戦できるから。うん、対戦できるとなんでいいの、うん、仲良くなるから。あなるほど。たけしくんは、えー、対戦型ゲームをすることで、えー、友達と仲,を仲良くなりたいと思ってるんだね。なるほど。じゃああなたの言葉でもう一回説明してもらっていいて、うん、僕はこのおもちゃが欲しい。なぜかというと、えー、対戦型でたけしくんと仲良くなるから。 みたいな感じでね、今、たけし君2人出ていましたね。<laughs> すみません。あのーまあ、いいじゃないですか、そこら辺はね。そんな感じで、あのー、子供に質問を投げかけて深掘りしていって、最後に子供にもう1回プレゼンさせるということをすればね、子供自身が自分の感情を言語で説明するっていうことがね、ぐんとレベルアップするんですよ。これすごく大事ですね。自分の気持ちであったり考えっていうのを言葉で表現する。それができるようになればね、手が出なくなるんですよ。 感情をイラッとしたときに、相手に手が出なくなる、暴力で解決するっていう方法ではなくて、言葉で解決する、いわゆる対話して、対話で問題を解決するっていう姿勢が身につくので、何か、ね、やり抜くやり抜くってことを考えたときに、ね、いろんな問題にぶち当たるんでね、人間関係でもあるし、自分がスキルがないってこともあるかもしれない、ね、いろんな問題にぶち当たる、その時に自分と対話するってこともそうだし、えー、問題となったら喧嘩した相手とも対話することが必要だね。 その時にちゃんと、えー、自分の言いたいことを伝えるってことができたら問題を解決しやすいね問題を解決したらもう一歩踏み出そうってねやり抜く力につながっていくよねはいなので、えー、欲しいものはプレゼンさせるこれはとてもおすすめでございます7つ目 怒りを一時間以上に翻訳するということですね、えー。子育てをしていたらイライラすることあるよね。あるよねあの体調が悪くても何,を何をしててもイラつくってこともあるやろうし、もう何と言ったら分かるのって約束を守らない、ルールを守らない、兄弟喧嘩をする、妹にちょっかいをかける、お兄ちゃんなんだからとかね、いろいろとあるわけじゃないですか。いつまでゲームしてるのと早く寝なさいって。 イイライラすることばっかりだって子供はね自分の思い通りに動かないからそういうわけでしょでそのイライラしたときにそのイライラとか怒りっていうのをそのまま感情的に爆発してそれをぶつけるガミガミ叱るってことをやってしまうと結局もう信頼関係も崩れてしまうし親子関係も悪くなるしママに叱られたってその何が悪かったのかじゃなくて叱られたっていうことしか頭に入ってこない。 ね、なので、なので、大事なことは、冷静に感情を伝えることが大事だと思うんですね。ってなった時に、一時感情に翻訳しようねってことなんですよ。怒りとかイライラっていうのは偽物の感情だと言われていて、えー、っと本音の感情がね、その奥深くにあるんですね。例えば、えー、6時に帰,る帰ってくるって約束したのに帰ってこなかった。それに対してイライラしてるってなった時にね、その背景にある本音の感情は何ですかってことです。 例えば、約束を破られてがっかりしたっていうことであったり、えー、遅い時間になって、えー、娘の安否が心配だなっていう気持ちであったりするわけじゃないですか。それを伝えたいんですよ。自分の本音の感情はがっかりしたっていうことか、もしくは心配したってことじゃないでしょ。なので、なんで早く帰ってこないのを連絡しなさいって言ったでしょ。 でそういうふうにイライラをイライラとして伝えるんじゃなくて連絡せずに、えー、あなたが、えー、6時になって、えー、連絡せずに帰ってくると,、えー、とママはあなたが、ね、あの犯罪に巻き込まれてないかなって心配なのってこれが本音でしょじゃあその本音を伝えるこれが一時感情なんですねなのでイライラした時っていうのはそちょっとちょっと間を置いてねちょっと間を置いて私,は私の気持ちは何なんだろうって何がこんなにイライラした 何をこんなにだいでしてるんだろうと何から守ってるんだろうみたいなところをね考えていくんですよそれを考えていくと自分の本音が分かってきますじゃあその本音を冷静に伝えたら分かるわけじゃないですかあなるほどママはね、えー、誘拐されてんじゃないかと誘拐されたんじゃないかっていうことは心配で、えー、怒っているんだなって分かるわけでしょだから、えー、次からは連絡しようってなるわけでしょそうなんです 怒りを一時間とと以前の、ね、放送の中で、放送っていうかね、えー、動画の中では、イライラをどうやって、えー、コントロールするのかっていう22の方法か 20, 20の方法か忘れたけど、そういう動画もね、撮ってますので、ぜひそちらも合わせてチェックしてみてください。はい、8つ目。 ドリームチームムチを作るあこれいいよね。これはねいろんなことにも言えるんですけど、まあ、子育てっていうことで言うよ、ね、えばね、ママ一人でね、えー、家事をやって、育児をして、ね、子供の英語を教えてでパパの、パパの愚痴を聞いてとかね、あらゆることを全部自分でやってしまうとなると、これ無理なんですよ。これ無理じゃないですか。でキャパが限られてて、時間も限られてて、まあ、睡眠時間を削ってしまうと、やっぱりご機嫌じゃなくなってくるわけでしょ。でご機嫌になること以上に大事なことはないって。 そんなな話したわけでなのでの自分がやることと他の人に任せることをしあ、ブチって切れた。大丈夫ですかね。もう一回言いましょうね、えー。自分がやることと他の人に任せることっていうのを明確にする。子育てっていうのを一つのチームでやるっていうふうに考える。全部私がしないといけないじゃないですか。英語は英語の先生に頼むとかね。えー、礼儀、礼儀やマナー、例えばね。礼儀やマナーは、えー、今やってる空手のね、あそこのところで頼むとかねあの。教えてもらうとかね。 お金のことに関してはパパに教えてもらうとか。 そういうふうになんか全部自分でやってしまうんじゃなくて自分は自分の得意なことで子どもと関わり自分が苦手なことは誰かに任せていくそういうふうにチームを作ってチームで子どもを育てていくということ、まあ、大きく言えば地域の教育と家庭教育と学校教育3つの教育があるけれどもその家庭教育の中でもパートナーとか自分の親とか義、ね、家族と協力しながら、ね、タブレットという手,手,手段もあるわけじゃないですか。 YouTube とかもあるわけで、ね、AI 君のとか、ChatGPT とかもあるんで、いろんな、ね、優秀な、ね、ソフトとかもあるわけだから、そういうところにも頼りながら、全部自分でやってしまうのではなく、チームを作って、チームで子供を育てていく。 うん、それも大事だし、まあ、子供のことで考えたらね、えー、子供の中でもその全部自分一人で解決するんじゃなくて迷ったときにはじゃ誰々さんに相談するとか元気がないときは誰々さんに、えー、あの励ましてもらうとかね、えー、バスケットを教えてもらうときはバスケットのコーチに教えてもらうみたいな感じで、ね、何か子供が目標を見つけたときはなんか、えー、全部一人で頑張ってしまうんじゃなくて困ったときには誰々さんに頼るっていうねそういう,なんていうかチームが明確だったら メンバーのね顔が見えていたら困った時にそこでねスタック止まらないわけじゃないですか。ね、なので、なので、そういうふうにあ,のあらかじめチーム作りをするっていうのはすごくおすすめよね。うん、例えばねバスケットボールの試合試試合の試合のでレギュラーになりたいってね、レギュラー試合出たい、レギュラーになりたいって目標があった時に、じゃあバスケットのスキルを教えてもらうのは、じゃあ〇〇先生だねって言って。 で、バスケット上手くなるためにはどんなことが必要かなって言って、まあ、メンタル、メンタルトレーニングも必要だから、それはじゃあお勝ちせずに頼もうねとか、ライフスキルトレーニングやってもらおうねとかね。で、あのー、なんだろうな、ストレスもたまるやろうから、ストレス発散するときはたけし君と遊ぼうねとか、で、なんか困ったときとか、まあ,あのね、えー、ちょっとこう元気がなくなったときはパパに、パパに頼もうねみたいな感じでね。 どんな問題が起きるか、その問題が起きた時には誰に頼むのかっていう、そういうチームが明確だったら、なんか、あのー、不安とか恐れとかなく、一歩踏み出せるんですね。じゃあ、目標を頑張ってみるか、最強のチームがいるから、みたいな感じでね、一人やったら心細いことでも、チームがあれば一歩踏み出せるということでございます。 子育てにおいて、あなた一人でやらなくていい。自分のチームを作るってこともそうだし、なんか子供が目標を見つけたときに、どういうチームを作ろうかっていう相談するのも、高学年以降やったらね、特におすすめでございます。はい。ここのつめ。ミッションを持たせる。ミッションね。ミッションっていうのはね、目的のさらに上の目的。上位の目的でもありますね。うん。この目的、目的っていうのは分かるんですね。例えば今、漢字を勉強しているところもね。じゃあ、なんで勉強しているのって。 漢字検定テストに合格するためこれが目的じゃないですか漢字検定テストに合格するために勉強している分かりやすいですねで今このミッションというのはその先です じゃあ漢字検定テストに合格したらどんないいことがあるのってことです。その先を明確にするってことなんですよ。中学受験のために勉強してる、分かった。じゃあ、中学受験に合格したらどんないいことがあるのそこなんですよそこ。そこがね、将来、そこの将来が、えー、ワクワクするものであったら、希望が持てたら、じゃあやってみようってエネルギーがうわって吹き出してくるんですね。 漢字検定テストはもちろんそれは合格することは嬉しいし、中学受験合格するのは嬉しい。でも中学受験合格した後の未来を想像させて、想像してそこっちがワクワクするものであれば、なおさらやってみようってなるわけじゃないですか。ね、漢字検定テストを勉強しているのは大好きな本を読めるため、大好きな本をたくさん読むと恐竜博士になれる。 ね、恐竜の知識を得て恐竜博士になれる恐竜博士になるためにはたくさんの恐竜の知識を得ることが大事で恐竜の知識を得るためにはたくさんの本を読むことが大事本を読むためには、えー、漢字を覚えることが大事だからとりあえず漢字検定テストを目標にして漢字を勉強してるんだってなったらこれストーリー見えてきますよね現在地点から将来のストーリーそこが見えたらやってみようってなるんですよ未来に希望が持てたら今の今頑張ろうっていう声ねモチベーションも上がるしやる気も上がるんですよ そうなんですミッションを持たせる。でえ、ミッションを持たせるための問いっていうのはたった一つです、ね。それをやり続けたら、どんないいことがあるのこれを想像させるんですね。あなたも、今日も漢字の勉強してるねって、昨日も漢字勉強してたし、えこれから先、1ヶ月、2ヶ月、ずっとずっとこうやって漢字を勉強し続けていったら、どんないいことがあるの っていう風に、ね、想像させるように、えー、質問すると、それをやり続けた、それをやり続けたらどんないいことがあるのよりもね、今、漢字を勉強してね、でその漢字を今日明日もやって、明後日もやって、ずっと1週間続けて、それを1年間やり続けたら、どんないいことがあるのって聞いてあげた方がね、これイメージできるわけじゃないですか。 そういうふうにイメージさせながら問いをかけていくと、えー、ミッションをイメージしながら、ね、今やるべきことはできるつまりやるべきことがやりたいことに変わるんですよ逆にミッションがなかったらやりたいで始めたことも やるべきことにに変わっって嫌になっちゃうんですねそういうこと僕たち大人にもあるわけじゃないですか。ねえー、からだからなかなか続かない習慣化できないってことなんですよ。習慣化するための一つの秘訣、それはミッションを持つということ。ね、ミッションをもた持つためにはそれをやり続けたらどんないいことがあるのと問いかけるということでございます。 はい、次行きましょう。10個目。夢に日付をつける。あ、これはすごく大事だね。あの、あれやりたい、これやりたいってね、目標を持ったときに、それをいつやるのってことですよ。いつやるの。これね、誰かが言ったことなんですけど、えー、目標に日付をつけた。夢に日付をつけたのを目標と呼ぶ。 みたいなことを誰かが言っていて、うん、誰かはれた。<laughs> 忘れたけどだ、ね、夢のまま終わらせるんじゃなくて、それを目標にしたときに、えー、現実化していくんですよ。夢のままだったら、本当に寝てる時に見る夢と一緒で、す、あ、っ、のー、とこう忘れちゃうんですね。大事なことはそのいつやるのか。足速くなりたい。分かった。じゃあ、いつまでに速くなるのか。これ大事じゃないですか。次の運動会までに、ね。次の運動会は来月あるから、その時までに速くなる。 もっと言えばじゃあ早くなるってどういうことなのってさらに具体化していくのも有効ですけどね、はい、英検5級合格したいあ英検5級合格したいんだねいつまでに合格したいのって日付をつけるということ期日を持たせるということ、うん、そ,のそこが明確になった瞬間現在地までのみ道が見えてくるんですよ1ヶ月までに単語100個覚えなあかんじゃあ,じゃあ2週間後までに50個覚えなあかんじゃあ今週25個覚えなあかん じゃあ今日は5個覚えようみたいな感じでね。ねそういうふうに、えー、期日が明確になると今やること、今日やることが明確になる。明確になるから行動につながるんですよ。何やるか分かんなかったら行動しないんですね。足速くなりたい。頭良くなりたい。うんで ってことでしょ <laughs> でってことでしょあの、これがぼんやりとした目標なんですね。ぼんやりとした目標には具体性がないってこと。期日がないってこと。それを具体性を持たして期日をつけるということ。これが、えーえー、大事な関わりなんじゃないかなと思います。はい。ここまで半分いきましたね。11個目。GBH で振り返りをする。これね、うちのスプーンでね、やってることです。ちょっと水飲ましてください。はい。 GBH ね、これね、お岡地がアメリカに行った時に、あのー、岡地のスーパーバイザー、指導教授から学んだ、えー、テクニックなんですけど、えー、振り返りをするときのも,うものすごく分かりやすい手法です。good, better, how です。good っていうのは良いところ。better っていうのはさらに良くなるところ。how っていうのは良いところをどうやって伸ばすのか。で、さ、え、ら、ー、に、えー、良くなるところをどうやって伸ばすのかっていわゆる作戦ですよね。 で、これを、えー、GBH を基づいて子供と振り返りをする。振り返りをするのがすごく大事なんですね。で、えー、どういうことかというと、まずはね、GBH の前に今日はどんなことをするって目標をね、書くんですよ。あのノートの一番上に目標、今日の目標、ね、今日の目標、シュート、えー、6点入れる。6点入れる。シュート6点入れるね、えー。目標できた。で、その練習が終わった。練習が終わったね。その後に今日の良かったところは何ですかって良かったところね。シュートを6本打てた。 6本打てたね。で、えっ、ー、と、ランニングシュート1本入った。ね、2点ね、2点入った。で、じゃあ悪かったところね、えー、ランニングシュートは入った、さらに良くなるところ、ランニングシュートは入ったけど、えー、なんだろうな、普通のシュート、止まってやるシュートは、えー、4本外した。 っていうねえー、ベタ、さらに良くなるとこ、ね、悪かったところっていうよりも、さらに良くなるところはどんなところって聞いてあげた方がね、アイデアが出やすくなったりするんですね。悪いっていうのはちょっとあんまいい印象を持たない子もいるので、さらに良くなるところはどんなところって聞いてあげるといいかもね。っていうふうに振り返りをする。ね、で、じゃあ、How、良いところをどう伸ばし悪か、悪かったところ、また悪かったって言っちゃった。さ <laughs> ら、ね、によくなるところを、どういうふうにもっと良くなるようにするってことです。作戦を下に書く。 一番上に目標を書いて真ん中の段に良いところそしてさらに良くなるところ、B、G と B を書いて一番下の段に、えー、HowH を書くというノート A4 の一枚の、ね、紙,だ紙を想像してもらったらいいと思うんですけどこれやり抜くこと投げ出すこの習慣で、ね、写真を載、ねえー、っけてますのでぜひそちらも合わせて見ていただいたら分かりやすいと思いますで H のところでは作戦や、ねえー、良いところをどうやって伸ばすのか良いところはランニングシュートが入ったからランニングシュートのスピードを、えー、もっと速くする だからそのために毎日 50m 走2本走るとかね。じゃあさらに良くなるところをどう改善するじゃあまずはゴールの近いところから練習してその近いところが2本入ったら1歩後ろに下がる2本入ったら1歩後ろに下がるそういう練習をするというふうに書くとね、良いところはさらに伸びでさらに良くなるところはもっと良くなるというような感じで自分のなんだろうな 目標に近づいていくわけでしょ。6点取って目標に近づいていく。こういう振り返りを一緒にする。これをね、最初何回かを、ね、子供と一緒にやっていくともう自分でできるんですよ。ノートに線引いて、まず目標、今日はこんなことやるよって、でその下に、えー、練習が終わった時に良、あのー、かったところとさらに良くなるところを G と B を書いて、し一番下の段にじゃあ作戦を書く。これ自分でできるんで、自分でできるようになるので、これはおすすめです。 そして12、ゲーミフィケーションです。はい、これはねあの、すごく大事ですね。ビジネスでも使われるテクニックなんですけど、とにかくなんだろうなあのゲーム化せよってことですよ。ゲームって夢中になるわけじゃないですか、ね。やりなさい、ゲームやりなさいって言わなくても勝手にやってるわけでしょ。 というのもあのゲームの、ね、一つの一つのソフトの中には子供を虜りこにする要素、夢中にする要素がねふんだんに使われているんですよ、うん、だからその要素っていうのを勉強面で使ったり子供がね、なんかやり,や,るやりたいなと思ったことにそれをやってあげるとさらにね、やりたいから夢中になっていくって没頭につながっていくんですね、うんまあ、具体的に言うと例えば対戦するとかね、えー、ゲームって対戦があるから燃えるわけじゃないですか勝ったらレベルアップするとかね ああレベルアップでじゃあ例えばね教科書とかやってて、じゃあここレベル1だね、ってあここをクリアしたらあレベル上がったねみたいな感じでねあのー、こうゲームに見立てて表現していくとか、えー、ゲームをクリアしたらなんかこう新しいアイテムが手に入るいわゆるなだろうな欲しいものちょっとご褒美をあげるとかね、うん、そういうこともねあのー、やり始めの初期には大事だと思います。ご褒美もねあのー やりすぎると、ちょっとやる気がなくなってくるもあるよ。ご褒美もらわれへんかったらやらへんみたいな、ねえー。今日英語言ってほしいんやったら、英語の習い事言ってほしいんやったらお菓子買ってみたいな。<laughs> そういう脅す材料にね、使われたりするので、まあ、そこら辺ご褒美の出し方っていうのはちょっとあの工夫が必要なんだけど、やり始めの初期っていうのは、ね、結構有効なんで、そういうことも使いつつ、とにかくゲーム化する。ねえー、ママがじゃあ、えー、っとね、あのお風呂を入ってる間に、ここの本何ページ読めるかなみたいな。 何ページ読める10ページ、あ、10ページ、じゃあちょっと入ってくるね、じゃあね、10ページ読めたら教えてね、みたいな感じでね、ちょっとこう対戦型であったり、そういう風にするということ、これすごくいいよね。で、見える化するっていうのもゲーミフィケーションの一つなんですね。自分がやったこと、努力したことが、えー、やる前と比べてどれだけ進化したのか、であったり、目標にどれだけ近づいたのか、そこがね、わかると、もうちょっとやってみようってなるわけじゃないですか。 えー、こんだけうまくなったんやなとか、こんだけ頑張ったんやなっていうのが達成感になるし、目標に近づいていくと、あじゃあもう一息でいけるっていうその、ねえー、じゃあもうちょっとやってみようってなるわけでしょ。なので、なので、えー、目標まで可視化する、まあ、ダイエットっていうことでしても分かりやすいでしょ。じゃあ、えー、と5キロ痩せるって言って、最初はね、えー、50キロで,で、えー、目標体重が45キロ。で、こう点、点でね、えー、毎日測っていったら、自分がどれだけ、えー、進化したのか、そのプロセスが見える化されるわけじゃないですか。 そうなると、あ,あと 1kg やったらちょっと頑張ってみようかってなるわけでしょ、そういうふうになんか棒グラフを作ってあげたいね、スタンプカードでスタンプを作ってね、それを押してあげるとか、なんかそういうふうに、ね、ゲーム形式でね、単語じゃ30個目標にしてて、今じゃ20個覚えたね、あと10個だねみたいな感じでね、そういうい声がけをしてあげるとか、そういうことも含めて、まあ、トータルにゲーム化していく。 っていうこ,とね、ここ、ゲーミフィケーションも、ね、詳しく言えばもう1時間2時間になるので、えー、詳しくはやり抜くこと、投げ出すこの習慣にも紹介しているのでそちらを合わせて読んでいただけたら嬉しいでございます、はいえー、次は街の大人と交流するあこれすごく大事だよね街、はいあのー、の大人と交流するっていうのは、まあまあね、あの僕が子供の時っていうのは、ね、何だろう学校の先生と塾の先生 ぐぐらいぐらいいししかかと親ね家族とね、まあ、おじいちゃん、おばあちゃんぐらいしか大人と接する機会、交流する機会がなかったんですね。うんなのでなどういう、どんな大人になりたいって言われても、今ある、自分が知ってる大人の中で、じゃああの人みたいなんとか、その <laughs> 選択肢がすごく狭かったん、ね、だかで、僕の将来の夢はお父さんと同じ銀行前になることですよ。 ななぜならそれ以外知らなかったから <laughs> そうなんですよだから将来こういうふうになりたいああいうふうになりたいっていうそのロールまでモデルを見つけるであったり自分のなりたい姿を見つけるってことはやっぱり将来の希望になるんですよ希望があれば頑張ってみようってなるんですだからいろんな大人と関わるそういろんなプロフェッショナルね本物と関わる機会を作るってすごく大事だと思いますで本物となるとねプロと会うとやっぱお金もかかるんだけどその街のイベントね、えー、あるわけじゃないですかボーン踊り大会とかああいうのをに のなんだろうボランティア活動に参加するというのはすごくおすすめね。いろんなプロフェッショナルがそこにいるから、街で生きている大人が、ね、デザイナーであったりなん建築家であったり、ね、なんだろうなシンガーとか歌歌う人もアーティストとかもいるかもしれないしそういうことでいろんな、ね、ことをして生きている人、いわゆるいろんな職業、いろんな仕事をして生活している大人、同じ街で、ねえー、暮らしている人たちと交流できるのでこれはもう積極的にやってみてください。 街、ね、のイベントのボランティアをする、まあ、交流するということも含めてねこれはおすすめですはい次行きましょうか次は得意なことから始める、うん、これね大事ですねいやもう全部大事なんやけどあの苦手なことを改善するのか得意なことを伸ばすのかどっちがいいですかって、まあ、この2択でね、えー、よく聞かれることがあるんですけども,もう結論 答えなんかありません。<laughs> ないですよ、あのー。大事なことは行動することなんですね。行動、子供が最初の一歩踏み出すために、どちらの方が有効なのかですね。だから子供が苦手なことにチャレンジする方が有効なのやったらそっちでもいいしで、得意なことをやる方がいいんやったらそっちの方がいいんですよ。でも、なんだろうな、投げ出す子、まあ、おかちみたいな子、自信がないであったり、ねえー、そういうふうに何をやっても続かない子であれば、 得意なことから始めることをお勧めしていますということですだって新しいことをやることってそれ自体が壁じゃないですか難しいことでしょ難しい上に苦手なこと難しい難しいじゃないですかすごい壁がでかいんですよ それやったら、できること、得意なこと、努力せんでもすっとできることから始めた方が、えー、いい行動のリズムができてくる、いい行動のリズムができて、行動が習慣化する、ね毎、毎朝勉強するであったりね、ね、えー、毎朝練習するとか、学校終わった後にこうあのに、ー、取り組むとかね、そういうふうにやることが習慣化していったら、ちょっと苦手なことでも取り組みに安くなるんですよ、習慣化していくとね。 そのなんだろうすごいエネルギーが、ね、その習慣化してるときは無意識のエネルギーがこう使えるんで、ね、習慣化していないときは意識してエネルギーを使ってやらなあかんねんけど一旦習慣化するともう何も考えてもエネルギー使うんでもスッとできるわけでしょでそういうときに苦手なことをチャレンジするっていうのはすごくいいんじゃないかなって思いますはい次行きましょうかえー、っとこれやな15番かな現場に連れていく ああこれもねすごくいいよね。 あのテレビを見ていて、あ、電車かっこええなとか、あの新幹線乗ってみたいなとか、あ、なんかこれ、クさんかわいいなとかなった時に、えー、実際にその電車を見に行ったり、動物園に行ってみたりするということです。ね、あの家の中で何か反応する、本を読んだりね、えー、こんなことやってみたいな、あんなことやってみたいなって話になったら、じゃ次の週末ちょっと一緒に行ってみようかみたいな感じ。なんかやってみたいって思った瞬間に、実際に現場に連れていくということ。これ現場に連れていくということ、すごく大事なんですね。なぜならえー 感が刺激されるからテレビで見るだだけけ視覚覚と聴覚だけなんでですよでも実際に行ってみると匂えるんですね動物の匂いクマさんの匂いがいいかわからへんけど、まあ、とにかく匂えるし見てクマさんを触られへんけど、まああのー、風を感じながらねクマさんに触れられるわけじゃないですか。 ねえ、聴覚、視覚、五感を刺激する体験ができるんですよ。五感が刺激されると心が動くんですよ。心が動くと行動につながりやすいんですね。なので、なので、もう子供の時はとにかく五感を刺激するような、えー、アクティビティ、体験をさせるってことは、もうこれがね、ものすごくあの後々子供の生きる力につながっていきますで。そもそも想像力ってことを考えた時に、やっぱり体験したことでし,でしかや想像できないので、 なので、体験したからこそ、いじめられたっていう、体験した,頃かたからこそ、えー、いじめられること、無視されることの辛さが分かるわけで、ね、チームで何か一つを達成したっていう体験があるからこそ、えー、チームワークの大切さであったりね、えー、チームの中でコミュニケーションする難しさっていうことを想像できるわけじゃないですか。それは自分が体験してるからなんですよ。 なので人の痛みがわかるとか人に優しくできる人の気持ちに共感するっていうそういう力もやっぱり幼少期の五感を刺激する体験五感が刺激されるそういう体験からねそういうものが育まれていくと思いますなのでそういうような五感が刺激される心がこう動かされるようなねそういう体験をどんどん積み重ねていくその中であれが自分には合っていてこれは自分には合っていない これが好きでこれが嫌い。そういうことがはっきりと分かるようになってくる。で、その中でね、あ、これやりたいって思うことだったらそれを突き詰めたらいいし、で突き詰めた中であ違うなって思ったらやめたらいい。そういうことを繰り返しながらね、自分はこんなことがいいのかなとか、こうあんなことが違うのかなっていう自分の,その才能であったり、天才性が見つかっていくんですね。とにかく現場に連れて行ってください。現場です。 プロの試合を見に行くとか、コンサート会場に行くとか、実際に飛行機の,あの,、ね、あの飛行場に行ってみるとか、そういうことでございます。そして16、哲学対話をする。ね、子供と哲学対話をしてますかっていうふうに、ね、冒頭お伝えしましたけど、これ哲学対話ってものすごくいいんですね。まあ、哲学っていうのはそもそもだろう正解のない問いを、えー、じっくり深く考える、そういうコミュニケーションのまあゲームというか、プロセスなんですけども、まあ、例えば、 いい大人とはどんな大人ですかとか、優しいって何なんだろうとか、ねえー、幸せって何とか、ねえー、好きと愛してるの違いは何ですかとかね、まあ、そういうことですよ。大人でもね、ちょっとえってこうちょっと止まってしまうような、そういう問いを子どもと一緒に考えてみるってことです。ね、そうすることでね、えー、なんだろう考える力がぐーんと高まるんですよ。 考える力、もうクリティカルシンキングと言われるんですね、あの批判的思考とも言われてるんですけど、いろんな視点で、いろんな立場で物事を考える力、これが高まっていきます。 自分の立場でしか物事が見えない。ではなくて、相手の立場に立って。そして先生の立場から見たらどうだろう、ねえー。じゃあ、たけし君の立場から見たらどうだろう。みたいな形でね、いろんな、えー、視点で立場に立って物事を考えられるようになります。そうすれば問題は解決しやすいんですね。問題を解決するってものすごく大事じゃないですか。問題があって解決しなかったらどんどん自信がなくなっていくし、もうええわ、やめてまえってなるわけでしょ。ストレスが溜まってねで。その問題を、さっき言ったドリームチームを使いながらね、えー、自分でも考えて解決す 解決していくこれがすごく大事でその上での思考力っていう点ではこの哲学対話が、ね、ものすごくいいです、ね、でこれ対話をしながらね、えー、子供に問いを投げかけていくっていうのがすごくおすおす,すめなんだけど、あのー、哲学でも子供哲学っていう本があるんですよあのブルワニーなんたらすいませんちょっと調べます <laughs> ちょっとうる覚えなんで子供哲学ってアマゾンに入れていただいてあの絵本があるんですよねこれね僕10冊ぐらいあるんですけどあった、えー、オスカー・ブルーニフィエ っていう方が、ね、書かれた「えー、子ども哲学」という絵本の、えー、シリーズなんですけど、まあ、自分ってな兄とか えー、良いことと悪いことってなにとか、自由ってなにみたいな感じでね、あのー、本当にこの絵本を、えー、パラパラめくるだけで子供と一緒に哲学対話ができるというとても便利な本があるんですよ。これをね、あのー、どこか子供の本棚にでも置いておけば、勝手に子供は一人で読んで哲学ができるし、これを、ね、パパママと一緒に、ねえー、読めば、読めば一緒に哲学対話ができるってこと。 ね、できあのおすなので、とてもおすすめです。哲学対話をするということでございます。はい。そして17個目。気持ちを言語化する。それはね、えー、と自分の気持ちを言語化するってこともそうだし、まあこ、今回で言えば子供の気持ちを言語化してあげるって方が近いかな。自分の気持ちを言語化するってことは、さっき言ったもんね、怒りを一時感情に翻訳する。感情を感情としてぶつけるんじゃなくて、えー、感情を冷静に言葉にして伝える。この大,大,大切さっていうのは先ほどお伝えしました。 でえー、この感情とか気持ちって大人でもなかなか分かんないじゃないですかなんかもやもやするけどその正体が何か分からないってであの子供だったらもっとそれがあるんですよあの自分の気持ちがなんか分からんけどむしゃくしゃするってやつねそういうのがあるので、えー、そのむしゃくしゃとかもやもやとかイライラとか無気力とかそういうものを言語化してあげるね、えー、何があったのどうしたのってある〇〇があったからイライラしてるんだねって順番抜かされてからムカついてるんだねって、えー、マ,マ,ママがね ママに勉強あ、ママに何だろう、早く寝なさいって言われて、ママは早く寝ないのに、えーえー、わた僕だけ早く寝なさいって言われて、なんか理不尽に思ってるんだねとかね、そういうふうに子供が思ってることを言語化してあげる、そうすれば子供は、分かってくれたってなるわけでしょ。分かってくれたって思えるからこそ、苦しいこと、悩んでいることを親に相談してくれるんですよ。 で小学校、ね、ぐらいまでですよ。中学校、高校になるとなかなか相談しにくくなる。だけど、小学校の間に、えー、親に相談したくなる。相談しやすい関係性ができていたらね、中学、高校、いろんな複雑な問題があります。犯罪に巻き込まれることもあるかもしれない。そういう時にね、ちゃんと相談してくれるようになるんですよ。だから、その気持ちを言語化して、子供のことを理解してあげる。これはすごく大事なことなんじゃないかなと思います。はい、18個目。 体験を最大限にということですね。ねついつい、えー、なんだろう英語の発音はこうだ、ああだとかねバスケットのドリブルの姿勢はこうだ、ああだとかピアノの,、ね、あの弾くときはこうだ、ああだっていうそのレクチャーを多くしがちになるんですね基礎を正しく身につけさせないとってねそういう気持ちはすごくわかるんです。間違った癖をつけてはいけないってやつですね。わかるんだけどそもそもまずはやってることの楽しさを体験させることが大事ですね。 なので、あのレクチャーを聞くよりも、やってみた方が楽しいんですよ。<laughs> そうじゃないですか。<laughs> ね、僕たちも、ドリブルを練習させるよりも、試合をやった方が楽しいじゃないですか。でそういうことで、レクチャーを聞かされるよりも、とにかく試合をさせるんですよ。本番を体験させる。一番面白い部分をね、体験させて、やってることを好きにさせる。それ、バスケであったり、ダンスであったり、英語であったり、何でもいいじゃないですか。それで、体験を最大限にして、えー、失敗を咎めない。これすごく大事よね。正しさを押し付けないってこと。そうじゃない、こうだじゃない。 助言もしない。そう。とにかくや、やってみたらって言って。それだけです。で、楽しそうだったら、あなたが楽しそうで嬉しいよ。ね。ママもやってみようかな。これ、これぐらいでいいじゃないですか。とにかく、えー、助言しない。正しさを押し付けない。レクチャーをしない。しないってゼロ,ゼロってわけじゃないですよ。バランスの問題です、えー。7対3。7が体験。3レクチャーぐらいの感じでいいんじゃないでしょうか。僕もそんな感じで、あのバスケ教室とかダンス教室を運営しております。はい。19。 失敗談を語る、ね。やっぱり失敗怖いんですよ。大人も子供もね。で、失敗というハードルが下がれば行動が続くんですね。えー、は失敗しても恥ずかしくないと思えば難しいことでも新しいことでもチャレンジしようと思うわけじゃないですか。そのためには失敗するということのハードルをぐっと下げること。失敗しても傷つかないし、失敗しても嫌われない、見捨てられない。そういうことをちゃんと子供に実感させることが大事 ね、で失敗というのは悪いことではなく、そこからあ次ね、自分がどんな練習をしたらいいのかとか、ね、次自分が、えー、どうしたらいいのかって次の課題が見つかるんだよねうまくいかない方法が分かるから、そのうまくいかない方法をやらないだけでも成長していくよねそういうことを失敗談を語る。僕も私もこういうこと昔あったけど失敗したんだよって、ね、昔の失敗談でもええしで、えー、今現在の失敗談の方がやっぱりえ,えですよね。過去の話よりも、えー、まあまね。 英検も受けようと思って勉強してたんだけど当日になってちょっと体調を崩して、えー、いつもの練習の,、ね、いつもの勉強していることの、ね、半分ぐらいしか出せなかったの、ね、だからやっぱり体調を整えるって大事だなって思ったみたいな感じでね、えー、今現在進行形の失敗談を語るっていうのはすごくおすすめです。 で語るるだけじゃなくて失敗を見せるということ、ね、いいところだけ見せるんじゃなくて、完璧なところを見せるんじゃなくて、不完全な状態を見せていく。これがすごくいいんですね。不完全だからこそ安心するんですよ。完璧なままであろうとすれば、僕も完璧じゃないといけないんだ。失敗してはいけないんだってなってしまうわけじゃないですか。そうすると、カチンコチンになっちゃうんですよ。硬直したんですね。失敗を恐れてしまうんです。そうじゃなくて、不完全なところを見せる。失敗を見せる。失敗を語る。これはおすすめでございます。 はい、残り2つですね。はい、ちょっと飲みますね。子どもの疑問を一緒に調べるね。ねなぜなぜ聞いってあるわけじゃないですか。なんで空は青いのってなんでカラスは黒いのってその知るかってね。<laughs> ねあそれなんでだろうね <laughs> とかでね流すこともあると思うんですよ。調べてみたらとかね。いろいろとあると思うんだけど、その子どもの疑問,疑問っていうのは好奇心なんですよ。 興味関心なんですねそこに才能が隠れてるんですよ。なので、子供の才能はやっぱ見つけたいわけでしょとなった時に、子供の疑問を掘った時に、そこに才能が隠れてることがあるので、子供の疑問を、えー、なかったことにしない、えー。子供の疑問を尊重して、そして大切にするということ。で、わからなかったら、ま、ママもわからなかったら、一緒に調べてみるということ。じゃあ、ちょっと図書館行ってみようかってね。なんで空は多いんだろうねって。図書館で調べてみようかと。YouTube で見てみようかみたいな 調べててみようかっ,てってそれどうやって分からないことを調べるのかっていうその調べ方を教えてあげるっていうのもいいですね。一緒に調べながら。とにかく子供の疑問をなかったことにしない。あ、ね、と、えー、で一緒に考えようかとかでもいいと思います。今忙しかったらね、えー。子供の疑問を大切にするということ。で、ママが全部答えを教えなあかんで、そんなことはあらへん。パパが全部あ、ね、子供の、ね、なんか分からないことを知らないといけないとか、そんなことはあらへんから親。親が完璧でなくてもいいんですよ。 大事なことは分からないことときにどうやってそれを調べるのかってその方法を教えてあげることでそ,それはママがパパが分からなくても全然大丈夫、ね、なので分からなかったら塾の先生に聞いてみようかとかさっき言ったドリームチーム、うん、全部自分で解決しなくていいドリームチームを使ってね、えー、そのおのどのメンバーに頼っていくっていうこともすごく大事なんじゃないでしょうかはい、えー、21個目最後ですね見本になる うん、これやり抜くこと投げ出すこの習慣ね、えー、どの項目でもこれを多分書いてたのかな、すべて,、まあ、ての項目で見本になんて書いてたらちょっとおかしいから、まあ、3分の1ぐらいはこれ書いてたよね。子供に目標を持ってほしいんだったら親自身が目標を持つとかね、えー、子供に話を聞いてほしいんだったらまずは親が話を聞く。 子供に挨拶してほしいと思っているんだったらその見本を親が見せるということ。これがすごく大事なんですね。親の生き方を見て子供はそれを真似をするんですよ。でも、とはいえ子供親、親の今子供が問題があったら私の生き方が全部悪いんか、そういうわけじゃないですよ。そういうわけじゃない。 そういうわけじゃないけど、親の生き方が何らかの形に子供に影響する。それをどう捉えるのかはわからない。それは子供が、ね、それを捉え方というのは子供がそれを選ぶわけだから。でも自分の生き方が何らかの形で子供に影響しているという自覚を持つということすごく大事です。ね、挨拶、こうしなさい、ああしなさいとか、ねえー、言ってる、勉強しなさいって言ってるんだったら、親も目標を持って勉強する。 これすすごく大事なんですね読書しなさい、読書してほしいと思っているんだったら、一緒に読書の時間を作るとかね、やっぱり子供が読書する、ねえー、ご家庭は、親がやっぱ読書してるんですよ、そういう統計も出てます。 出てるので、えー、本好きの子にさせたいんだったら、えー、家族でね本を読む時間を作るってやったり、えー、自分自身が何かわからない時に本からそれを学んでいくっていう姿勢を見せるということこれすごく大事なことなんかなと思ってますまあある意味 YouTube でもね、えー、いいんじゃないかなと思うけどまあそのどの番組を見せるとかねそれはまあちょっとこうメンテナンスというか、えー、モニターすることは必要ですけど、まあ、僕も最近はね物事を知る時で YouTube で知ることが多いんですよ でこの番組も YouTube じゃないですか。YouTube ってすごくね、あの便利やしあの、有益な情報があるからあの、直接ね、問題を解決してくれる方法を教えてくれるわけじゃないですか、無料で。うん、なので、有益なんで、まあ、そういうふうに、えーまあ、今 YouTube の話になったけど、とにかく子供にやってほしい行動があるんだったら、まずは自分が率先するということ。ね、パートナーにありがとうと言ってますパートナーにごめんなさいって謝ってますかどうでしょうか ね、パートナーとあなたとのコミュニケーションを見て、見てね、子供も人とのコミュニケーションを学んでいくんですよ。うん、学んでいく。なので、なので、見本になるということ。今、完璧にできなくてもいいよ。さっきも言った、失敗を見せる。これ大事なんですよ。本当はこうありたいんだけども、今できていないんだよね。そういうことを見せていく。そういうことを見せながら、えー、こうありたいなっていうところを実践していくということ。見本になるということ。すごく大事なんじゃないかなと思います。はい、ということでね、まとめましょうか。 今日はね、えー、何をやっても続かない子どものやり抜く力を高める方法、まあ、いわゆるやり抜く子を育てる関わり方をね21個紹介させていただきました。 ご機嫌になるっていうことであったり、余白を作ったり、ドリームチームを作って、全部一人でやろうと思わないってことだったり、目標にするために日付をつけるであったり、具体性を持たせるってことであったりね、いろんな大人と交流させてなりたい姿を見つけるってことであったり、哲学対話をしながら、ねえー、とにかくレクチャーよりも体験させるってこと。 本物を見せてあげて現場に連れてって、えー、親が、えー、できる限り、できる範囲で見本になるということ、とても大事なんじゃないかなと思いますで。この21個紹介している中でね、あえて一番大事なことは何かと言われれば、一番最初のやつです。ご機嫌になるということ。自分自身の心のゆとりであったり、えー、体力的なゆとりをしっかりと作って、えー、落ち着いた状態で、穏やかな状態で子供と関われるようにする。うん、これがすごく大事なんですよ。 子供に何かしてあげたいって気持ちも分かるんだけども、そのためには子供を幸せにしたいなら、まずは自分の時間を、えー、ちゃんと作る。で、えー、自分を整えていく心と体、まあ生理、生理的欲求を満たすってよくはずっと言ってるんですけども、土台の欲求を満たさないと、やっぱね、力が湧いてこないんですよ。生理的欲求、睡眠、食事、運動です。まずここです。まずここをしっかり満たして、えー、自分の中にね、こう力を蓄えて。 ね、穏やかな状態でね子供と関われたらいいんじゃないかなと思いますで今日はねあのやり抜く子を育てる関わり方っていうことを紹介しましたけど、えー、実際ねやり抜く子と投げ出すこの習慣っていう本がありますおかち出版しました、えー、概要欄にね掲載してますので是非そちらも、えー、お読みいただけたら嬉しいです で今日の配信聞いて、えー、ちょっとでも良かったなと思っていただいたり共感できるポイントがあればいいねボタン、高評価ボタンをお願いします。これお願いしますね。ぜひともお願いしますね。で、やり抜く子を育てる、やり抜く力を高めるためにご家庭でこんなこと工夫してるでって、工夫してるでやってるでってことがあればね、それもコメント欄でお待ちしてます。 はい、でね、まあ、この番組ではこんな感じで親も子も楽になる「緩める子育て」をテーマに子育てのイライラや自分責めを緩める考え方とか子供を自立させる関わり方を紹介しています、えー、また今度も聞いてもいいかなと思っていただいた方はチャンネル登録ボタンをポチッと押していただけたら大変励みになります であのおすすめは、ねあの、このゆるめる子育てラジオという再生リストがあるので、それを、ね、もうずっとかけっぱなしにしながら、ね、家事をするとか、えー、お散歩をするというのがおすすめです。まあ、1.5倍速でも2倍速とか、ね、YouTube でできるので、とにかく全部やらなあかん、って全部覚えなあかんということよりもとにかく、とりあえずすり込んでいくというか <laughs>、ね、こういうやり方もあるんだなということを、ねえー、流しながらゆ、ね、るく聞いていただくのがおすすめです。2回3回3聞いていいてただくとと、えーえーええ、んじゃないかなか っておりますはい。で、僕はね、あの公式 LINE もやってますので、それも概要欄からチェックしてみてください。26本の講義動画をプレゼントさせていただきます。はい。今日はこんな感じでしょうかね。I am a star, you are a star。自ら輝けば世界は七色に輝く。ワンダフーな一日をお過ごしください。バイバーイ。今日は2本撮りです。1日2本撮ってるよ、最近。